いえんよう、ただいまサンクチュアリにいます。ドッグミートは何かを見つけたようだ。何？ここは何？あ、ステムパックヘアピン、ナイス。鏡、あーなるほど、ここはなんかアメリカのお家って浴室に薬品を置いたりするよね。はい。コードで助けてくれたこと、うん、俺が言いたかったんだ。もっと早くに出会ってさえいればな。ああ。何があった？何があったんだ？早い話が、クインシーの攻撃から逃げてきたんだ。以前はもっと仲間がいたんだけど。あのレーダー。そこが行ってしまった。ああ。それは大変だ。それは大変だったな。どんな親でも子を失うのは辛いものだ。ああ、本当にその通りだ。ずっと考えているんだ。もっとやれたことがあるんじゃないかって。ともあれ、ありがとう。おお、あの弱気なジュンロングはもうすでにいない。そしてあれ、夫婦だったんですね。兄弟かと思っていたんですけど。さあ、本日は料理をして、でインベントリーの空きを作ってから次の町に、次の町というかクエストのところに行きたいと思いますが、デスクローの肉、1時間俊敏性が1増加する。1時間も増加するんだ。デスクローステーキ、なんか美味しそうだな。ステーキって聞くと、そしてドッグチョップ、ステーキって聞くと美味しそうに感じる。モールラットの肉、15分 AP が5増加する。結構効果高いですね。そしてローストしたマイアラークの肉、よし、こんなもんでしょうか。今のどんな効果があったかな。ローストした、30分間 AP10 増加。はい、じゃあ行こう。多分これでインベントリーが、10空いた。結構カツカツというか、現在あるのはテンパインズのやつと、あとスタージェスと話す。これ結構すぐできそうだ。あとダイヤモンドシティへ向かう。スタージェスと話すはここか。ちょっと取引がしたいんだよな。ここで売買とかできないのかな。このゲームはちょっとずつ、この仕事がしたいのか。仕事？今は力になれない。いいさ、自由の国だし、気が変わったら言ってくれ。うん、そっか、クエストくれるんだね。じゃあテンパインズに行こう。よし、テンパインズまでどこが近いかな。ファストトラベルで近いところまで行って、やはりここから行くのが近いみたい。自由博物館、デスクローほどウエストランドの危険を象徴する生物はいないだろう。鋭い爪で瞬く間に獲物を引き裂いてしまう。こういう生き物って突然変異でできたのかな、それとも動物実験でできたのかな。結構切羽詰まると人は非道徳的な、そのね、生物実験をし始める傾向にある、ゲーム内では。こっちかな。方向音痴だ。この途中のこういうものも見ていきたいけど、まずは持っているものを売れるところを探さないと。ちょっと音楽消しますか。
よし、これで環境音を聞きながら走っていく。よし、結構このなん BGM というのか、ラジオを切った時のこの BGM もすごい好き。前回みたいな、なんだっけ、ギャラクシー、スリードックの番組みたいなのはないのかな。あれすごい好きだったんだ。すごい荒れ果てているな。一応ライトつけておこう。ライトつけると敵にバレやすいとかあったりするのかな。ブロードフライか。ブロードフライだったら大丈夫だ。バッツ使おう。よし、的がちっちゃすぎた。よし、全然あれブロードフライから何も取れないや。もしかしてギッタンギッタンにしてしまったのかな。なくなってしまったブロードフライ。これ粉々になると回収できないのかな。見つからないや。先へ進むとしよう。よし、残り80メートルほど。どんな人がいるんだろう。助けを求めていたって言ってたけど、商人とかいるのかな。テンパインズ、これは味方だ。武器をしまおう。望みはここでのトラブルはこれ以上ごめんだから。あ、ミニッツメンは、ミニッツメンに助けを求めたんじゃないのか。日頃の行いがいいからかな。何何。いや、出て行けと言ったでしょ。ミニッツメンは、ミニッツメンに助けを求めたんじゃないのか。ミニッツメン、それってもう解散したと思ってた。通りすがりのトレーダーに知らせておいたけど、正直言って全然期待はしてなかったわ。最近ミニッツメンもすっかり信用がないから。クインシーであんなことをしたせいよ。クインシー、何か問題が、何か困りごとが。来てくれて嬉しいわ。レイダーたちがここ何週間ずっと悪さをしてる。態度がガーッと変わった。盗んだり皆殺しにするぞって脅して奪っていく時もある。わあ、奴らのアジトは分かってるけど、ああいう連中とどうやって戦えばいいのか。連中のことは任せろ。大丈夫、あのレイダーたちを片付けてやる。ありがとう。あなたたちが心を入れ替えたなら応援するわ。心を入れ替えた、いろいろ話の前後が。最近作物がよく育ってる。うん、作物がかなり入ってきてる。はい、ということでエルベが組み立て工場のレーダーを倒す。どうやってレーダーの居場所が分かったんだ。今日も一日激務だ。一生同じだ。今日も一日激務よ。五本。一生同じ。前作ではしっかり居場所を伝えてくれていたと思うんだけど、あ、プラントが取れる。こんな野ざらしで農業やってるんだ。それはすぐに盗まれそうだが、
こか。どうしようかな。一度あの持ってるものをここにしまいに行こう。おお、スーパーミュータントだ。かっこよくなっている。スーパーミュータントは人間より強く回復力も高い。彼らは自分たちを連邦で最も優れた種族だと考えている。でもスーパーミュータントには生殖器がなかったと思うんだよね。自分からこう増えていくことはできないはず。さて、前回コンコートで集めたりしたものをここにしまってしまおう。どうしようかな。まずガラクタをここに移して、もうすべて移してあるのか。そしたらバウバウ吠えてますね。こことかここに移そう。ウェポンズ、ピストル、ここに保管できません。なんでだ。キャビネット移す。ピストル使わないものは入れてしまおうか。後でまとめて売るようにしよう。それにしてもたくさん手に入れたな。多分レーダーと戦うとなると、これからまたたくさん手に入るから。よし、今装備してないものは全部入れてしまおう。アパレルはたくさんあるな。よくこんなにたくさんのものを運べているなという、そんな感じもしますが、結婚指輪は持っておこう。よし、エイド、こんなものでしょうか。食べ物も案外圧迫するけど大丈夫だ。よし、どうしたの。行こう。自由博物館から徒歩で行こう。さあ、なんかどんどんフォールアウトらしくなってきた。ちょっと今のところ会話が自由にできないのが残念だなって思う。よし。で、こっちだ。間違いないよね。え、違う。こっちは、あ、スタージェスと話す。こっちだ。よし。レーダーの見方にもそろそろ慣れてきた。あの四角いピンが立っているのが目的地なんだ。よし。そういえば今作は武器が常に表示されてないんだね。前は背中にライフルがくっついてたり、腰元にハンドガンがくっついてたりしたんだけど、今作ではそういったものがないや。急に現れる。あ、AP がない。走りすぎた。よし。三人称は狙いづらいな。結構今作はフリーエイムも当てやすくなっていますね。ツリーはもうバッツじゃないとほとんど倒せなかったようなものだったのに。これしゃがんだ方が強い。よし、クリティカル。
あ、バラバラになっても取れるんだね。破片さえ見つかれば取れるみたいだ。あっこかな。レーダーの拠点は。よし、レーダーの拠点をぶっ潰そう。うん、間違いなさそうだ。行くぞ。ドーナツ工場なのかな。レキシントン。見張りがいない。本当にここでいいんだろうか。ドッグミートが敵を見つけました。どこ？どこ？どこにいる？敵がいる。はい、いた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 。グールだ。あ、フェラルグール。うわ、多い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 、数が多い。うまっ。ちっちゃ、数が多い数が多い。頭命中率低いよ。これはスーパーウルトラマーケット。あ、今がチャンス。当たるはず。よし、当たる。あ、いた。ちょこれでは、これではレーダーを倒す前に倒されてしまうや。こんなに多いの？しかも硬い。みんなして硬い。お、レベルアップ。生まれながらのサバイバー。そうだね。このお父さんは強いね。銃が弱いのかな。あえて弱い銃を使ってるっていうこともあるが。よし、また、まだいる、まだいるが、希釈と。でも殴られてる割には HP はそんなに減っていない。やはりグールは所詮グールということで。お、足がもげると動けなくなるんだ。あナイス。明かりがついているが、あれは敵？レーダースカム。無理っぽい。無理っぽいぞ。これは、これはアーマー着てきた方がいいかもしれない。レーダースカムか。上に登ろう。今回フラルグールまだいる。グールとレーダーが共存してるのかな。よし、レーザー系でやりたいね。レーダーに助けられた、助けられたというのか。ちょっと待った。恐ろしいことが起きている。マシンガンタレットか。 あ、リロードしていない。大丈夫か。ドッグミート、ドッグミート、なんで前前線に出てるんだ。ドッグミート、あー、いかん。なんでそんなんで、そのバールのようなものを持ってるんだい。チャンス、スタックしている今がチャンス。よし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 、ラッキーであった。
あのタレットはハッキングでなんとかできないかな。大丈夫だよ。もう敵はいないからね。大丈夫だよ。壊すしかないのかな。まずこれを探ろう。ぬかランチャー、マチェット、レーダーもパワーアーマー持ってるんだね。わあ。ファウド。エラルグール。わあ、ちょっとこのタレット大丈夫？ゲームパック。いや、敵を倒せば回復するはずだ。そこで待ってて。あのタレットはレンジャー。こっちをちょっと近づいてみよう。はできないんだね。ちょっとグールがいる。グールの音がする。ちょっとなんでドッグミート先行すぐ突っ込むんだから強いなこれ。あのタレットはハッキングできないみたいだ。でも今のところ害はなさそうだから、まだいる？そのままにしておこう。うわー、ハラハラするな。害はあるかもしれない。壊してしまおうか。もうちょっともったいないけどな。もし利用できたらもったいない。あはは、ドッグミートなんでいつも近くにいるんだい。まだグールがいるのかな。よしよしよし、レベルアップしました。ピップボーイからレベルアップしよう。 OK。 ダメージ、銃のダメージ与えるものはないかな。セミオートピストル、フルオートの武器のダメージが 20%。 セミオートのライフル、これだな。 20% 増加する。それかストレングス上げてもいいかな。持ち運べる量を増やしたいし。いやー、でもこれだ。さっきのグールを倒してる感じだとこれがいいかもしれない。パークを優先的に取ってった方がいいのかもね。まだいる？ドッグミートもう、あ、いた。もう頭は狙わないようにしよう。よし。いやー、こう、ちゃちゃっといって、サクッと倒して、ねえって思ったんだけど結構手こずる。まだ建物に入っていない。ジェットが無造作に置いてあるね。どこにいるんだ。あん中で戦ってるんだね。そういえばこれパークが適用されてるかって分かるもの分からないな。何かが死んだ。ケミストリーステーション移す。クラフトやってる場合か。まずこの町を制圧しないと。命中率低い。これで殴れる。殴って
よし、今回この殴りの機能好き好き。まだいる？グールが急に現れるのが面白い。ホラー要素が増している。この上はさっきのところかな。ちょっとそろそろ回復しないと。あ、違う、インベントリーのローチ肉まだあるかな。もうないや。モールラットの肉を食べます。最大 AP が増えるのか。あ、ラットローチの肉あったや。あ、違う、これグリルじゃないやつだった。まあいいや、回復するので。うわー、レーダーにすごいすごい。あー、いたいたいた。あれレーダーかな。この倒した時のチャリンって音が好き。毒味と戦ってない？下に降りるべきか。下でうじゃうじゃしてる。びっくりしたなぁ。ドッグミートし、いつも瀕死だ。大丈夫かな。ちょっとローチ肉をラットローチグリル。いた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 。ライト消しとこう。警戒、まだ見つかっていないみたい。レーダーだらけだ。一旦拠点戻ろうかな。そこで待て。違う違う違う、行こう。ついてきて。ちょっと重たい、重たいから。このまんまファストトラベルできたりする？ファストトラベルできればこのまんま。あー、ダメか。じゃあ荷物整理しよう10も超えてるや。多分あのアパレルのアーマーが重たいんだ。じゃあちょっと今日はここで一旦区切ります。次回荷物整理してもう一回この工場に挑もうと思いますご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それではお疲れ様です。